平塚ホームタウンで湘南ベルマーレバーザス浦和レッズ。それではそれ本日の審判団を紹介いたします。この試合のマッチコミッショナーは藤本浩二、審判団は主審福島光一郎、副審西尾秀明、馬場忠、第4の審判員鶴岡正樹、 VAR 柿沼徹、アシスタント VAR 岡博道、以上のメンバーで取り行われます。さあ皆さんお待たせいたしました、両チーム選手の紹介です。浦和レッズ選手スタッフの皆さんこんばんは。本日はレモンガスタジアムに中からお越しいただきまして誠にありがとうございます。湘南ベルマーレ選手スタッフサポーター一同心より歓迎いたします。共に乗り越えていきましょう。背番号1、西川俊太、背番号2、坂井宏樹、背番号28、アレクサンダー翔、背番号5、牧野智章、背番号3、宇賀神智也、背番号41、関根貴大、背番号40、平野雄一、背番号17、伊藤敦樹、背番号21、大久保智章、背番号18、小泉義雄、背番号7、キャスパー・ユンカー、ダスティス、背番号12、鈴木大吾、背番号4、岩波拓也、背番号15、秋元隆弘、背番号11、田中達也、背番号29、柴戸海、背番号33、江坂あたり、背番号16、木下康介、そして監督はリカルド・ロドリゲス。以上、浦和レッズメンバーの紹介でした。